こんにちは、サラチャンネルのサラです。今日はトッカライフのペーパークラフトでウェンズデーのお家で遊んでいきたいと思います。それでは楽しんで。サラチャンネル始まるよ。まず何もない部屋をプリントアウトするわ。次はラムネートフィルムを貼るの。空気が入らないようにするのよ。こんな感じにね。次は印刷したアイテムを切り取ってラミネートフィルムに貼っていって、この作業結構好きなのよね。アイテムは重ならないように気をつけて。全部貼れたら上からラミネートフィルムを貼って完成よ。こんな感じにできたわ。今から私のポイズン作りを紹介するわ。作り方は魔女の入れから借りてきた本に載っているの。まず無垢地な森で見つけた鳩を フランケンシュタインの目、気分によって目の色が変わるの。ホットソース、体が熱くなるの。これは緑のスライムよ。これを混ぜるわ。グツグツ。このポイズン何に使うかって、今からティータイムをするから水曜日にまた会いましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。